はいどうも、おっちゃん保育士高井です。今日は保育現場で保護者や職場の同僚の冷ややかな対応に困っている男性保育士、どうすれば好意的に関係を築いていけるか疑問を持っている男性保育士に向けた動画です。今回の動画を最後まで見ることで、異性の職場の同僚や保護者のあなたに対する不快感を軽減し、一緒に仕事したい、また話を聞いてもらいたいと思ってもらえるようになります。異性の保育士や保護者との人間関係の悩みを持つ保育士の方がたくさんいらっしゃると思います。様々な悩みにどんどん答えていきますので、頑張れと思ってくださる方は評価のいいねボタンだけでも押していってください。いいねが私のガソリンです。よろしくお願いします。それでは今回は、男性保育士ここが嫌がられてますというテーマでお話ししていきたいと思います。結論は、不潔と違和感が嫌がられています。です。まずは不潔から。不潔とは大きく2通りの意味があります。1つ目が衛生的でないもの、汚いこと。2つ目がみだらで汚らわしいものです。まあ1つ目の衛生面ですが、これはまあ意識していかないといけません。なんかあの人汚らしいなと思われた時点でもうマイナススタートです。具体的な例でお伝えをしていくと、匂い、汗、口臭、体臭、タバコの匂いとか絶対アウトですね。まあタバコそもそもアウト。ベトつく頭髪、ボサボサの頭、寝癖、目くそ、鼻くそ、耳くそ、汚れたメガネ、ギトギトしてたり、レンズが傷だらけとか、爪、ヒゲ、鼻毛、首毛、サイズが合ってない、前日と同じ肥満などなどです。これは保育士に限らず気をつけたいところなんですけれども、女性の場合は一度ないわーと思われると回復は難しいです。まあ、我々の周囲はですね、圧倒的に女性が多いです。まあ、清潔にしておくだけで失点が減らせるので、匂いレベルから意識することをお勧めします。まあ、2つ目のみだらで汚らしは、これは一発退場もあります。それは性癖です。男性保育士はですね、過去のあってはならない事件を起こした数人の男性保育士のおかげでロリコンのヤバいやつかもしれないという疑いをかけられていることが前提です。実際はそんなヤバいやつ私は見たことないんですけどね。まあ、残念ながらこれは現実なので受け止めるしかないです。まあ、なのでこれを連想させてしまう行動や態度は NG です。具体的に言うと、女の子ばかりに関わろうとする、隅っこなど隠れたところで子供に関わろうとする、保育中に個人のカメラで撮影などなどです。複数で担任することが多く、注意の目もあるので、そこまでのことはないと信じたいんですけれども、まあ、前提が前提なので気をつけるに越したことはないです。また保護者や同僚に対してもセクハラ行為に該当するようなものは NG です。例えば不用意な身体への接触、肩を揉む、頭ポンプ、背中トントン、ハグ、まとわりつくようにして、わかりやすく言うと、保育現場にスケベ心は一切不要です。まあ、不潔に関しては以上ですね。あともう一つは違和感です。圧倒的に女性が多い職場で違和感を感じさせないようにしていきたいものですよね。違和感を感じやすい行動を少し上げてみます。笑顔ではなく、ニヤニヤしている。必要以上に高すぎるキーの声。ずっと話して何がいいだろうかわからない。いつも目を合わさない。発言が軽い。そわそわしてる。好き嫌いや差別が激しい。猫なでがい。納得できるできないに関わらず、男性保育士は不正を求められている現実があります。母性や女性らしさを感じさせてしまう。また著しく対人が弱い人に覚える違和感は、ヤバい人を連想させてしまいます。なのでこのような違和感をですね、持たせないように意識して気をつけていってください。最後に明日から使えるアクションプランを2つお伝えしますね。まず1つ目に、こまめにカットに行く。私は多い時に月2回ぐらい髪を切りに行ってます。行きつけの美容師さんに、髪型がきちんとしていたら少々服がダサくてもいけるよと言われました。今はカットの安いところもたくさんできているので、こまめにカットに行きましょう。2つ目に、おしゃれする。服装は自分の着たいものというよりも、着て爽やかな印象を与えるもの、自分でわからない場合はお店の店員さんにコーディネートしてもらってそのまま着る。今 GU とかユニクロっていうのは、とても使い勝手がいいなというふうに思います。店員さんにアドバイスしてもらったり、ディスプレイを丸パクリしてですね、爽やかさを追求してください。おまけですが、癒せるこの画像をご覧ください。これが私の黒歴史写真ですが、10年前と今です。約10キロ痩せると別人だと言われました。肌荒れがなくなり、印象は変わったと思います。もし太めかなと思われたら、チャレンジしてみるのもいいかもしれません。ぜひ明日から実践してみてください。皆さんいかがでしたか？今回は、男性保育士、ここが嫌がられてますというテーマでお話をしてきました。結論はですね、不潔と違和感が嫌がられています。そして明日から使えるアクションプランは、こまめにカットに行く。おしゃれするです。雷が鳴ってます。あとおまけで、痩せるをお伝えしました。今回は異性の保育士や保護者との人間関係に悩みを持つ保育士に向けて動画を作りましたが、他にも保育の悩みを持つ仲間の力になっていきたいなというふうに思ってます。また実はこんな悩みを持っているという方がいらっしゃいましたら、お気軽にコメントで相談してください。できる限り動画で拾い上げていけたらなというふうに思っています。おっちゃん保育士へのエールは、いいねとチャンネル登録でよろしくお願いします。いろいろ話しましたが、男性保育士の皆さんはきっと少数派ならではの、ご苦労があると思います。本当にお疲れ様です。何か力になれることがあれば気軽にコメントください。できることはわずかかもしれませんが、同じ男性保育士として応援しています。それでは今日ここまで、最後までご視聴ありがとうございました。おしまい。
今回もご視聴最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録と評価のいいねよろしくお願いします。また次回も見てください。バイバイ。